マサトブルーの好きこそものの上手なれということで、今回も始めていきたいと思います。ジーンズを育てる、ジーンズを楽しむということでやっておりますが、2週間前かな、ジージャンの、蜂の巣の動画、あとジージャンって便利、利便性があるよねっていうような動画を上げたんですけれども、その時に、ちょっといただいた DM であったり、コメント質問をちょっとお答えしていこうかなと思います。一つはジージャン買いました、お洗濯どうしますかっていうのは一つ、あとやっぱり蜂の巣作りたい、もう一回説明して、ちゃんと説明して、一番最初大事っていうところの質問、この2つちょっと答えようかなと。ジージャン便利なのはよく分かったと思います。今、まあこの時期になってもまだ朝晩ちょっと冷えるっていうのはあります。で、買いました、見洗いレジットの場合どうする。もうね、これずっと見てくれてる人は、私がもうジーンズを見洗いで手に入れた時に洗濯機ジャブジャブ回すのはよく知ってると思うので、ジージャンも同じです。ただ今回ちょっとね、変えたことがあります。回す時間をちょっとね、短くしてみたっていうのは、あんまりガッシンガッシン洗って糊を全部落としてしまうんではなく、もうほんとね、水ザー出て回し始めて、もう本当に2、3分で一回取り出すって言い方おかしいな、一回もう洗いをやめてしまう。で、糊が残った状態で、すすぎもしないで、ガーッと一回2、3分回した上で、でもう脱水でコインランドリー、シンプルよね。洗いを2、3分回します。その後、もうすすぎなしで脱水。ちょっと糊が残るぐらいの硬さ張りがあるようにしたかった。で、乾燥機。で、やってみたら意外といい感じで、張りのある感じで、じいちゃんが出てきたと。いうことがすごくこれ大事なところで、で普通にもう本当に着るんであれば、30分コース、10分水洗い、そして、水で、流して、脱水して、普通に干すでもいいし乾燥機でもいい。もう縮めてしまうんだったら乾燥機でも構わない、シンプルなやつはね。ただ私は今回2、3分回して糊を残しながら、要するにこのジージャンにシワが入りやすいように糊を残しながら出す乾燥機、硬くなる。まあなんで 2通りの洗濯ね。もうガッシンガッシン回して、普通に回して、ただ洗剤は入れないね、ガッシンガッシン回して、干す、もしくは乾燥機。ちょっと今回私はこだわって海苔を残しながら洗ってみた。これ新しいやつね。で、蜂の巣に関しましては、その流れで海苔を少し残しながらうまくいったんで、シワがすごくこうつきやすくなるんですね。そうすると、で、これはね、もうね、蜂の巣作る時の基本ね、まず、まあ見洗いだったら洗って、じゃあ、洗濯しました、干しました、初めて来ます、ワンウォッシュを買った場合、もう一回洗ってですね、もう同じ、まずスタート1週間は普通に着よう。1週間は普通に着よう。で、そこからが大事。1週間
着ると自然とシワができます。シワができます。でもそのシワだけだとちょっと心持たないなと。そしてよりいいシワは入らないんではっていう、ここでいつも言うジーパンで言うとヒゲであったり蜂の巣であったりってこと同じ、ここにシワを作りたい。もうこれねやってしまったんだけど、まず自然なシワが入った後にタフターチ売ってます。タフターチ出ました。今回も出ました。今回もいただきます。タフターチ、タフターチね。ただ自分でシワが入ったとこだけに振ってもなかなかいいシワが出ないのであれば、ちょっとつまんでこうやってあげて、ここをキュッてあげてください。キュッとキュッと上げた上でこれを振ってください。で振ってください。伸ばした状態と一番最初締めた状態と伸ばした状態。なんでここキュッて上げるかっていうと、奥、腕の奥から先端までしっかりシワが入るように。ただこうやってやって拭くとここにしかシワが出ない、じゃなくてちょっと奥まで、でここを上げて上げると先端までシワがちゃんと入る。こんな感じで今やってます。両腕、両腕ね。これをあとはもうね必死に着込むだけなんだけどね。ちょっとこのタフターチをかける時のこのひと手間とこのひと手間がこの数ヶ月後、数年後の蜂の巣の出方に影響すると。いつも言います、いつも言います。自然に出したい人は個人差、これもう本当に人それぞれなので、何もしなくていい人ももちろんいます。ただ俺はしっかりとつけたい、蜂の巣がっつりつけたいって人はぜひやっぱり必要かなと思います。今回ね、お話ししたのはまあ洗濯、まあ、普通にしてください。別に何にも難しいことはない。普通に洗濯機回して干してくれればいいよっていうこと。それと蜂の巣、蜂の巣作るときにまずは自分のシワ、無理やり作ったシワってずっと着てると変化しちゃうから、まず1週間か10日ぐらいはまず何もしないで自分なりのシワがつくように着てみてください。でその後にタフターチをキュッと上げながら、上げてシワを上げながら、シワを上げながら先端から奥までシワがつくようにスプレーを振ってあげるということが一つポイントかなと思います。じいちゃんまだまだ活躍しそうな、なんか本当に暑い日があったり、なんかね仕事終わってこう外出たらうわ涼しいなとかね、なんか不思議な天気がまだまだ続いておりますが、じいちゃんこれからまだまだ活躍すると思います。でまあおかげさまで、私の事務所の1階、じいちゃんと向山店でも非常にじいちゃんがよく毎日出ているということで、なんかやっぱりデニムブームであったり、やっぱりそのね季節感がちょっとね違う、いつもと違うようななんか感じだねっていうところで人気がすごくありますので、もしねよかったらたくさんいろんな種類のじいちゃんの在庫今ありますので、ぜひ見てもらえればなと思いますので、よろしくお願いいたします。じいちゃんの蜂の巣でもねなかなかね時間かかるからね、なかなかねこれはね本当に、でもやっぱりなんだかんだ言って一番最初のシワ作りが大事なんで、なんかこれやったらもっと丁寧に説明しろよってなんか声が出てきそうなんですけれども、今回はこれぐらいで、お話は終わりにしようと思います。
マサトブルーの次こそものの上手なれ、今回はじいちゃんの洗濯簡単に、もう気にしないでね。そして蜂の巣、やっぱりタフターチ大事じゃんっていうところでございます。それではまた来週ね。